はい、それでは続きを遊んでいきたいと思います。いつも通りミッションをやっていきましょうかね。どこからいきますか。まずじゃあいつもの職種至急必要の優先生。いいですね、はい、非常に正確な判断だ。さすが分析員。ショップの後は、エピソードいきます。はいはい、あ、いいですね。はい、最大 HP が 0.5% アップしました。昨日これ、こっち側をハード6をクリアしたので、残りがレベル55の武器と神格道場なんかにと候補支援ですね。ってことはまあこれここ、あ、でもそうなんですよね、候補支援9になってない。これを9にしようかと思ったんですけど、素材がなかったので、素材を取りに行きましょうか。今日はこれのこれですね。これまだやってないですね。相当がない。行きましょうか。まだ暗黒の時は来ていない。今やすとしたんすると、これで相当が解放されました。よし、行ってらっしゃい。あ、スタミナ、あ、1個ありますよね。ではもう1回、はい、ミッションいただきましょう。おわ、レベル上がりましたよ。やった。もうちょっとで60、まあでももうちょっとで、で残りがランダムイベントですよね。このイラストいいですね、めちゃめちゃ。シフトさんじゃないですか。何か起こっているようだ。これでよし、このフリティア先生の手で栽培したコーヒー豆を引いて、砂糖とミルクをちょこっとかければ素敵な香りが。あ、ちょっと待って、うん、確かにコクがある。ベンズでこれ苦くない？苦い？別に。本当に？もしかして入れ方間違ったかな。私も飲んでみよう。うわーっつ、しかも苦い。メンゼの反応に騙されてよ。無敵の下の称号をあげたいぐらい。かなりダサい。もう一杯入れてくれるか。今度は砂糖とミルクを入れてみるから。このフリティア先生に任せてすぐ入れるから待っててね。うん。こういう感じなんですね。パス。あ、ほら、デイリー。あ、そっか。これで OK ですね。デイリーおしまいです。はい、ウィークリーは 4.3 はまああれか。なんで 4.3 はあれか、2週間に1回ってことです。でこれをいただきまして、ウィークリーを、あ、やった。じゃあもう1個行ってきましょうか。うんうん、あまり気にしなかったですけど、ここにあったんですね。で、パネをいただきまして、誰かあげて、あ、そっかそっか、これをあげてる途中でした。キャラクターをして、回復力、なんかスキルの回復がなんか攻撃力依存なんですよね。なんで攻撃力上げた方がいいかなと思って。これ上げると攻撃力が上がるんですよね。なんで上げようかなと思ってました。いけ。うわ、足りないわ。ちょっと足りないです。9まで上げたらいいんですけど。1、2、3。はい、上げますね。OK。攻撃力 16% アップですね。OK。よし、これで残り2個ですね。ガチャチケ。ガチャチケ？天井まで61回、せっかくなんで引いておきましょうか。はい、来い、うん、来い。お、これ嬉しいわ。
こいい。やっぱ使ってるキャラクターが来ると嬉しいですね。じゃあせっかくなんで、これじゃない、アポカリですね。1、2、3、4、5。うん、いやいいですね。来週の月曜日になんかその更新とイベントが来るみたいだったので、だいぶ楽しみにしております。はい、それでは、本日はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。